始まりましたよ。それでは、のんのんのすふたる。お相手は、ローソン大好きのすけくんと。難しい。100円ローソン大好き、ギンマッチです。よろしくお願いします。お願いします。いや、はい、まあ、ライブでも言って、引っ越したとか言ってるじゃないですか。はい。引っ越し、まあ、引っ越しにまつわる楽しいことはたくさんあるんですけど、はいはい、最寄りのコンビニが変わるという、この。ああ、なるほど。はい。で、僕、ずっとローソン好きなんですよ。これはもう、30年ぐらい。だけど、家のそばにローソンがあった試しがなくて、言ってもローソンのそばって物件選んでないからね、さすがに。優先順位として。でも僕はローソンが好きって言うけど、いつもローソンが近くになくて、今回も本当に50手前のしてね、ついにローソンが近くに来たんで、ものす、俺多分もうあだ名ついてますよ。近所のローソンで、はい、唐揚げくんって呼ばれてます。毎回10個ぐらいか。2つは買いますね。ダメじゃん、言われてない、まだそれ言われてない、言われてない。2つって10個じゃないの？だめだめだめ、あ、5個じゃなくて、じゃなくて10個ぐらい、レベルじゃない、やっぱそれ毎朝でもダメ。ダメダメダメ。俺がまた唐揚げくん来たよって言われてんのかなと思って。まだじゃない。そうですか。まだもうローソン好きな商品、毎朝か、好きな商品もすごいたくさんあるんですけど、うん、もうとにかくもう僕は今回の引っ越しはもう勝ったと思いました。ローソンがあったって。しかもすごい近くて、へえ、嬉しいです。なんかローソン、そうなんだ。僕ローソンなんですよ。へ、まあ、あの3つで行きますよ。一応セブンさん、ローソンさんが、へえ、まあ、関西の人ローソン好きなんだけど、圧倒的セブンイレブンですよ。そうなんですね、クオリティですよね。だからそのいいじゃないですか、ドコモじゃなくて au みたいな、うんうん、2番みたいな、うんうん、ローソンです。ローソン。全然違うからさ。理論値だからローソン詳しい。でも、そういう3社ぐらいって、大体平均的に人が行っちゃうんだよね。はいはい、はい。だから3社ってすごいいいんだよね。はいはい、はい。3個ぐらいだとね。そうそうそう。電話もそうだもんね。そうそう。あれ4から変わっていくんだよね。変わっていくんだよ、ね。そうそう。あ、そういうの知ってる。やっぱトレースしてるだけあるな。トレースしてるって俺。人のモノマネ好きね。俺よくトレースしてる。最近トレースっていう言葉をのすけがよく使うって、のすけの周りのみんなと話してる。そうそうそう。恥ずかしい。俺はもうね、この前、なんとかリーマートでさ、はい、今ってさ、うん、コピーすごいしなくちゃいけないじゃん。はい。で、俺はもう、このご時世で来たんだけど、コピーしたらめちゃくちゃ薄いわけよ。色がね、インクジェットが。そしたら、そんなこと言われたことないですみたいな感じで。ちょっとダメ、それダメ。おい、待てよって、お前。店員がやんなきゃいけないんだよ。そしたらさ、いやいや、今この時代みんなコピーしに来てるよね。ね、今もそのいろいろ給付金もらうなりなんなりとかでさ、それなのに、で、一回も一人にも言われたこともありませんみたいなこと言って、いや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 、お前これ見てみっていう話。薄いよねって、そう。で、明らかに薄い。見えないんだからさ。あ、もうダメだよ。そうそう。ここに濃くするのありますだから。違う、インク。そのさ、なんていうの、わかる、あるよ。うん、今あるある、この1枚目に10円。もうかかってる。かかってるっていうのに、なんで次があんの？なんでお前次？コピーに次はないよ。マジで。何言ってんのと。面白い。うん。ないな。僕、3人。すりゃいいじゃないですか。すりゃいいじゃないですか。したら。そんで、いや、お前バカなのって話から始まって、でも店長って書いてあったら、店長アホなんだよ。何で今と思う、オーナーかわいそうだな。オーナーかわいそうだな。だからもう俺、そいついるときはそこ入んないようにしてんだけどさ。だから、それ、わりかし近所だったからさ、もう嫌だなぁって。嫌だよね。そう、近所のコンビニが使えないと嫌だ。そうそう、そんでさ、したらさ、次さ、シャープのせいにしようって。うちはもう知りません。そう。ショープさんに行ってくださいぐらいのこと言い出したから、もう、家なの？あのね、俺ね、別にね、なんか言いたくて、コピーしちゃってる。いや、そういうの文句言いたいやつじゃねえよ、みたいな、なんか。もう、すーげえ気分悪い。それ気分悪いわ。怖いわ、それ。店長。なんなの？うん、怖い。すごい。そんなに言うならみたいな感じで10円返してくれたんだけどさ。いやいや、そういうことじゃないよ。
いや、まあ、どうすんのお前、じいちゃんばあちゃん来てこの対応で、お前。うまい。そうそうそう。すげえ。だから泣いたやつすげえいると思うんだよ。そうだよ。薄くてダメだよ。薄くて、どっかのコンビニ。あげて、あげて。あげてって10円かけたか、もう他のコンビニ行ったら。そうそう、だから言えなくてね。そこで倍稼いでる。もういい？あれ、多分、オーナーが指示したんじゃない？倍稼ぐと。倍稼ぐとね、薄く出しとけ、薄く出しとけ。こんな嫌なことあんのひどいね、それ。そう。あ、すいませんね。あ、そうでした。これでいいじゃん。それでいいの？俺はもう、別にそこでは怒んないから。そうそう。いろいろあるよね。そう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 。ごめんな、コンビニなのに。あ、わかんない。コンビニなのにごめんな、お前コピー屋さんじゃないのに。初めて言われました。怖い。まあ、平和の街だな。言わないんだから、みんな。ああ、そうだね。そうだ。では、さよなら。さよなら。